はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、続きやっていきましょう。1996年、11月入ったところです。さあ、やっていきますか。今週レースあったかな？あ、ありますね。あるね。うん。まあ、ちょっとね、すべてね、まあ、ローテーションね、ちょっと決めたりとかね、大変なんでね、なんとか絞ってね、まあ、今日もね、ちょっとやっていきたいなと思います。今思ったらさ、史実減ったね。ほとんどいないですね。シーキングザパールしかおらんじゃん。あ、マジか。まあまあ、それが楽しいっちゃ楽しいですよね。行きましょうか。さあ、ネクスト、行こうか。はい、ネクスト行きます。さあ、ここは、マジックが、出走か。おー、5着ね。うん、まあなんか、その辺ですね、ずっとね。まあ、4着、3着みたいなね。グルーブはまあネクストビーか8着と、まあきっちりねちょっとまあ見たいなと思ってるのはまあダートですかね。まあとりあえずダートはねしっかり見てやっていきます。さあ、マルガイですね。マルガイチャレンジ来たね。キングマルガイが出走、能力は今こんな感じと、うん、賢さ G かいいね。行きましょう。ねネクストどうでいいかな。マジックオッケーか。グルーブでしたね。グルーブはいけてないね。ちょっと一周出そうかこれ休みね。はい、じゃあネクストいきたいなと思います。さあいきますか。キングマルガイ人気あると、ここはねダイジェストでいきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭。さあいい位置いますね。うん、ただどうですかね、ちょっと外も怖いですが、ここはきっちり粘ってくれるかな。よし、大丈夫ですね。キングマルガイ来ましたね、これね。オッケーオッケー、順調ですね。今までのね、マルガイチャレンジとは違う、こいつは本当に。よし、まあ順調ですね。オッケー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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これ7000万やったよね、確かね。まあ、しっかり黒字。ね。もうがっつり稼ごう。あ、で、これ9のね、アルティメットでやってるんですが、ちょっとね、ハードとか試してみたんですよ。序盤だけね。レオダーバーにして。むちゃくちゃ楽。G1 めっちゃ取れますね。やっぱ全然違いますね。まあこれでいいかな。やっぱノーマル、まあハード、ちょっと自分はハードでやってみたんですが、まあノーマルも、うん、まあ多分楽でしょうね。まあもちろんね。ねマルガイ、あーそうか、まあ取りたいけどね、ちょっとまあ落ちてきてますね調子ね。うん、まあ出走、あー精神 S か。まあパワーも A プラスね、結構いいですけどね。ただスピードはなさそうな感じするけどな。まあ行きましょうかね。あ、シーキングザパール戻ってきたね。よし、まあここはネクストで行きます。うん、北斗ベガ強いね。はい、まあこれはネクスト9着。まあやっぱ難易度ここでね、ちょっと一発ね、自家製サンバでちょっと頑張りたいですよね。しかも引き継ぎもしてないんでね。まあ今ねこう徐々にさ、まあ序盤は序盤じゃない、地盤ですね、地盤は作ってるんでね、まあ、序盤は序盤なんやけどね。さあここはどうだ。あーエンプレスはまあまあって感じですね。ちょっとこれ見ます。エンプレスもね、ちょっと期待してるんですよね、注目してるので。いい位置いますね。いい位置いるが、そうやね、伸びてないね。あー、サニーブライアンか、きついわ、見てなかったわ。まあ食らいついてほしいですけどね。しかし後
5着粘れるかな、なんとか5着か。うん、まあ5着か、まあどうかな。うん、まあ5着と。なるほどね。さあ出走決定で、ここはね、まあちょっと使いたいですけどね、何かしら使いたいな。さあ、キングだとね、戻ってきましたね。うん、まあちょっとそれはね、遠すぎるんですが、ね、どこで使おうかな。キングダートはね、そうやね。うん、まあちょっと迷うとこなんですけどね。今が4周で、うん、こんな感じか。そうですね。ちょっと12月に使いたいよね。一つ。うん、まあこの辺使おうかな。はい、これでいきましょうかね。ちょっとこれで様子見ます。1800ですね。うん、勝負根性 S プラスパワー S とね、賢さ S といいよね。あ、もう少し近いところでいいですけどね、これもね。ちょっと見てみます。あ、この辺行こうよ。で騎手はね、はい、これでいきましょうかね。ちょっと様子見つつ、まあ残りはいいかな。はい、なんか使いますか。さあ、そしたらちょっとね、使っていきましょう。シーキングザパール使って、まあもう一つ使えるんですが、もう一つはいいかな。ここは、うん、まあここはいいですね。何もつかないです。はい、ネクストいきましょう。さあ、日曜日のレース来ましたね。ここはまあネクストでいいかな。5着と。今ね、ちょっと金欠なんですけどね、まあセール買いますよ。はい、今年も買います。さあ、パラダイス出走でマジックですね。マジックもそこそこの走りしてくれればいい。エンプレスが買ってくれたら嬉しい。 OK、 決まった。あー、勝負でしたね、そういえばね。俺、全然稼いとらんよね。あぶね。あぶね。いや、よかったっすね。とりあえず勝ちましたね。いやいやいや、あぶね、あぶね。さすがにこれは。はい、一応緑ね、もらいましたね。はい、ネクストいきます。さあ、マジック出走。4番人気。6着。まあ、今年でもう引退ですね。で、パラダイス、あ、まあまあでも人気はあるね。パラダイス4着。そしてエンプレス来ましたね。ちょっとエンプレスはね、確認したいので、そこら見ます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。いいですね、グッと来てますね。さあ、外が来てますが、大丈夫かな。大丈夫やね。よしよしよし。OK、勝ちましたね。いや、エンプレスなかなかいいかもしれん。ちょっとコメント聞きましょうか。 OK と。うん、ちょっとうまくね、まあ、成長させてね、戦えるようにしたいですね。もうこの有名どころが揃ってますね。今全く関係ないところで戦ってますからね。しゃあないね、今ね。さあ、シーキングザパール来ましたね。そしてはキングダートが来てます。調子はどう。まあまあ上がっては来てますね。で、マルガイがいると。うん、マルガイもまあ確定ですね。ここはちょっと使います。これ使いましょう。
丸貝ですね。ダートも使います。これここで2個使っちゃいます。間違えた、しまった、しまったまあまあいいでしょう。はい、行きましょう。連打しちゃダメだよ。うん、まあグッとまた上がりましたね。まあまあいいんじゃないですかこれで。そしてあーそっち行く。まあどうしますかね。一応まあ出走、まあ出走でもいいですけどね。まあホープフル行きますか。あとはマジックはまあいいか。パラダイスもまあなんとも言えないって感じですねこれね。まあ、とりあえず一周出して、はい、では、ネクスト行きましょう。さあレース、丸貝、まあ人気はないですね。やっぱここは厳しいと。9着ですね。さあダートが来ました。まあダートは期待してます。サバ人気、まあ2着。さあ直線に入りました。もちろん1着いけますかね。さあ来てますね。ダートがグッと来てる。ただ黄色がちょっと怖いが大丈夫ですねこれは。ああセシルカットが、オッケーオッケー。でも勝ちましたね。よしよしよし。さあ強いですね。ここで賞金もね、稼いでバッチリやな。こっから、ちょっと狙っていきましょう。重賞で、順調やな。強いわこの自家生産のね、あの期待の星ですから。さあ、シーキングザパール、ここはゴリゴリに売れてますね。競泳待ちいますね。ドーベルもいると。そしてオレンジピールもいってって感じか。はい、ダイジェストいきましょう。まあドーベルね、俺好きなんですよね。あのちょっと2周目だったらなんかいろいろさ所有したいですねこれね。さあ競泳待ち逃げてますね。さあ来てますかね。さあグッと来た。シーキングザパールが来る。ぶっちぎるとやっぱ強いわ。オッケーオッケー。まあ2着はドーベルですね。まあドーベル、ブライトあたりもね、まあ所有したいよね。オッケー、勝ちましたね。よしよしよし、とりあえずここは取った。まあグッとくると。さあ、新馬デビューですね。そしてまあシーキングザパールね、まあここも出走です。まあ一応ちょっと戦わせようよ。もう G は3つ取ってますからね。絶好調やね、マジで絶好調すぎるね。でいい感じに成長もしてると。よし、調査はどうなんでしょうね。これもちょっと楽しみですけどね。まあ自家生産ですねこれもね。ダートはいや、これはちょっとまだですね。さあライバル来ましたね。ライバルはね、多ければ多いほどいいと。オッケー、勝った。そしてあこれも嬉しいですね。まあ、絆がね嬉しいね、こういろいろもらえてね。いや俺もマイル好きやよ。よしよし、順調、めっちゃ来るやん。お金余裕ないんだよな。
はい、これも嬉しいですね。やっぱ勝つことが大事やね。ダートはですね、ちょっとまだ走らせたいですね。どうしよっかな、ダート。まあ、この辺ちょっと軽く使ってもいいけどな。マジックも出るんか。うん、まちょっと出走させてみようかな。はい、これでいきます。まあ、ここはいらないですね。そしてまあ、このあと3周ほど出してまたちょっと考えていきましょうかね。あとはザパールはまあここまでいいですね。まあ、とりあえず2月2周まではこれで OK。エンプレスやろ。で今回マルガイはえ一周休み入れて、はい、これでいきましょうかね。まあ残りはちょっとお任せでいきますね。さあセールいきましょう。さあいくぞセール。グラスワンダがいますね今回はね。はい、いますね。欲しいね。いや、もちろんここも欲しいですよ。アウェスワールドとこの辺も欲しい。欲しいなー。この辺も欲しいよなー。この辺も欲しいですね。あー、結構やっぱ有名なところ。まあ、グラスワンダ欲しいけどな。まあでも戦う方が面白いと思ってやっていきましょう。評価まあ施設に投資しなければね、まあ変えたっちゃ変えたんすけどね。史実はね買わないです。高すぎるのは正直きついよね今。いやちょっと待ってよ、考えよう。ちょっと考えますね。どうしよっかなこれ。よし、参加しましょう。やっぱ牝馬が欲しいですね。8000万。うん、とりあえず8000万まで。お、いいよいいよ。 OKOKOK。 いや、いいじゃないですか。いい買い物したやろ、これは。さあ、戻ります。みんな分かってないな、どんだけ走るか。ネクストかなこれ。さあ今週もねちょっと勝ちたいレースありますよね。さあまずここ、よし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 、ゴリッゴリに売れてますんで安心してくれ。人気だけじゃないところ見せてやろう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはキング調査、サバサンバシン。後続のリラックスしてなんか走ってますね。サウンドバラッド、あと200m キング調査。フットは軽いな。後続は大きく離れました。あ、これは強いぞ。サウンドバラッド、キング調査。この馬で決まりか、キング調査。オッケー、いいですね。ちょっとコメント聞きたいですねこれね。サウンドバラッド、これは物が違う。キング調査。よし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 。まあ時間生産なかなかいい感じですね。うん、きっちりね。まあ、1戦目からやっぱ苦戦するとね辛いですからね。さあここはちょっと確認していきましょうかね。グッとくる感じのスピード、ほら来たやろ。よしよし、グッとくる感じ、それが聞きたいんですよねやっぱり。ここはブライトいますね。
お、待機シャトル。いいね。待機シャトルとシーキングザパールが激突。こんな面白いレースはない。行きましょう。いい感じに成長してますからね、シーキングザパール。さあ待機シャトルも怖いですね。さあ待機シャトルが前にいる。ただシーキングザパールの方が伸びがいい。さあこれはいけますね。さあシーキングザパールいけ。よし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 、さすがだ。オッケー、勝ちましたね。さあここはシーキングザパール。よしよしよし、ちょっと無双しよう、シーキングザパールで。まあ今唯一ね、競走馬で持ってるシーツですからね。よし、いや、いいですね。さあ、はい、ここはね、まあこんな感じですね。まあこれはいいですか。さあライバル来ましたね。うん、これは嬉しいね。ぶつけたくなるよね。さあ今のところはまあ順調に来てる。うん、やってくれたね。お、来ましたね。この絆が嬉しいですね、これね。いろいろもらえるのはね。うん、1億円ね。そうやったそうやった。調査は能力どうですかね。あ、スピード B。 あ、いいですねいいですね。よしよしよし。やっぱもう D とかさね、え、まあ D も届いてないやつとか結構いたじゃないですか。うん、まあ嬉しいねこれはね。まあもうちょっと近いところ走らせてもいいが、まあまあここでもいいか。慌てず行こうか。この辺はまだスピードが出てないですね。スピードで言うとこんな感じですね。まあダートもね B なので、まあこっからですね、またダートを使って、まあ、もっとね、まあ、強い馬を作っていくという感じでねやっていきます。うん、マルガイもねなかなかいいね。きっとスピードいいですからね。うん、スピード D ね。まあでもキート結構さ成長してますね。はい、まあ行きましょう。とりあえず今年は終わりと。ネクスト行きます。さあキングダートね出走。うん、まあ、6番と8番でちょっとまあ人気はないですね。あー、ライデンリーダーか。さあダイジェスト行きましょう。2着になってくれたら嬉しい。さあライデンリーダーが、いやー伸びんか。さすがにやっぱ厳しいか。なら5着入ったね。5着入ったかな。よしよしよし、入りましたね。まあ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 いいでしょう。ならさあ出走なんですが、まあ強いですね。ビッグサンデー、サニーブライアン、うん、まあステイゴールド。お、ステイゴールドもおるか。お、シルクジャスティスおるじゃん。ねダイジェストいきましょう。これさすがにちょっときついか。これはさあいよいよ直線の攻防、先頭変わってサニーブライアン。さあでもいい位置、いやー伸びんか。さすがにちょっと伸びないですね。お、5着入った。5着にはなったかな。よし、まあ頑張ったじゃないですかこれは。うん、まあまあこれからと。はい、まあとりあえずね終わりましたね。1996年か、6年が終わって。お、キングプレスが来た。
キングプレス期待できるかな。あープレミアフラスキャンね、あどうですかね。オッケー、ちょっとまた変えますね。これはオッケー、黒字これは見ないっす。はい、まあこれはいいですか。この辺はオッケー、行きましょうか。一応ね、一応確認しましょう。はい、まあシーキングザパールがね2つ取ってると、まあまあこれは取ってもね、あの取って当たり前なんですけどね正直地図まで取るのはね、そらそうですから。これは取れるのはね、はい、いますね。さあ、OK かな。うん、はい、これはね、自分でやります。さあ、キングアジクね、衰えてますね。まあそうですよね、パラダイスも衰えたか。うん、お疲れ様でした。キングダートはこれからです。まだまだこれから。うん、まあこれ期待できる。で、きっとグルーヴはまだいけるか。よし、じゃあこれでいきましょうかね。マジックとパラダイスは引退で、はい、ダイト OK。 桜井高尾ね、はい、まあこんな感じですね。 OK、まあ、マジック、うん、まあいいかもしれないですね。成田ブライアンとかどうだったんですかね。ああ、やっぱきっちり取ってますね。そうかそうか。はい、この辺はね買わないです。 OK、 買いません。これもね、買いません。はい、これも OK。ですね、まあ、パラダイスはいいかな。パラダイス売却します。で、マジックはね、まあ、残してもいいですけどね。まあ、マジック残しましょう、これ。マジック残しますか。で、鶴丸ガールはね、あの残さないといけないんでね、残します。で、ゴールデンジャックも、残したい。かぶり調査も残したいよな。そうなると、いや、これ、きついね。きついよね。ダート運動か。シルキーか。まあシルキーエンプレスってこれでいきますかね。はい、これでいきます。 OK、 はい、 OK と。うん、まあこの辺が来てるか。はい、この辺が来てますね。さあ、機種は、うん、竹間幸四郎とかが来ていると。まあいいか、この辺はね。さあ、今年は5頭ですね、入ると。まあこれね、ちょっとまたね時間かかるので、ちょっとまずね設定したいなと思います。はい、入居の方ね、決まりました。まあ、今回はね、まあ、こんな感じと。で、名前はですね、まあ、わかりやすいようにしました。まあ、調査の子ということで、まあ、蝶にしました。まあ、調査ってやつはね、今走ってるんですが、キング調査ってやつが。まあ、そことわかりやすいように、こんな感じしてます。まあ、これだったらシルキーエンプレスのね、まあ、こと。はい、で、大物は1頭です。はい、今回は1頭。まあ、この絵は結構いいとかですね。になってます。で、丸貝は、はい、これですね、丸貝。はい、ということで行きましょう。今年は5頭。
うん、まあ、結構増えてきてますからね、今ね、頭数かなり増えましたね。さあ、グルーヴキット、ここはね、なんとも言えんね。この3頭なんとも言えないですよ、これ。いや、俺も乗ってほしいよ。もう今のうちから使いたい、俺だって。うん、まあ、彼は来ますよ。ブレイクするよ。さあ、またいろいろ来ましたね。はい、出会いね。まあ、これ大事ですからね。まあ、奇襲にバンバン使っていきたいですね。おーおーおー、はい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 。勝負勝負。うん、勝負するか。さあ、緑。これはもちろんね、受けます。そうか。シーキングザパール出せる？そうやね。シーキングザパールちょっと強すぎますね。キングダート行きましょう。自家生産のね。よし、これで、行くわ。オッケー。ですね。で、まあいろいろ決めていかないといけないんですが、もう少し進めましょうかね。まあ結構時間切ってるんですが、ちょっと進めます。さあ、ネクスト。土曜日。さあ、この辺はもうバンバン飛ばしていこう。13着。そして、キット。キット5着。定位置。さあ、グルーヴも。グルーヴは何着と。まあ基本は注目している馬だけ、見ていきます。まあ、あとは、そうやね。これ大物なんで、これちょっとつけとこうか。まあ、大物以上つけるっていうのもありですよね、これからね。はい。まあ、こんな感じで。シーキングザバルが戻ってきたか。さあ、ネクストいきます。また、ローテーションはね、決めておきます。さあ、グルーヴが出走。ここ勝ちたいけどね。ネクストいきましょう。さあ、グルーヴどうやろう。ここは人気あるね。ダイジェストいきましょうか。さあ、今年初勝利なるか。さあ、いい位置いますね。いい位置いる。伸びも、いやー、外のがいいね。伸びてないか。さあ、グッと粘って。よし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 。2着と。もう一伸び欲しかったね。はい、思ったのね、伸びなかったと。ここはですね、グルーヴどうなんでしょうね。スピード D か。うん、厳しいね、 D はね。まあ勝負根性 A ですね。うん、まあ確かに根性見せとったね。さあ、ダート戻ってきたか。まあ次どこ使おうかなって感じですね、これはね。まあもう一回ちょっと軽いところ使ってっていうのでもいいよね。まあこの辺走らせたいですね。この辺走らせたいので、そうやね、一回まあこの辺を使うっていうのもありやな。うん、まあこれでいきましょうかね。いや、ちょっと待てよ。で行くか。まあここに絆使ってもいいですし、ちょっとこれでいきますね、キングダートは。そしてシーキングザパールは、まあ、ここ出るんですが、まあこの後はね、ちょっとまた決めておきます。これは
まあ、海外ですね、走らせようかなというふうにね、思ってます。はい。まあ、そんなところで、なんかちょっと使おうか。ね、今持ってるのがこんな感じなんですけどね。どうしようかな。まあ、出会いちょっと使おうかな。はい、出会い使います。そして、騎手。さあ。まあ、どんどん増やしていきたいですよね。よし、オッケー。そして、有効、ちょっと一つ使うか、これ。はい、一つ使います。調教師で、さあ、OK と。はい、まあ、これで OK ですね。まあ、次回も、ここからですね、ちょっと始めたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。